突然なんですけれども、アンカーというブランドをご存知の方いらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。さらにその中でお持ちの商品をお持ちの方いらっしゃいますでしょうか。誠にありがとうございます。大変ありがたいです。今日はですね、AGM 初登場なんですけれども、大変心強く思っております。ではアンカーについてご説明をさせていただきます。弊社いろいろスマートフォン関連の商品を作っているんですけれども、日本でおなじみなのはこういったモバイルバッテリーですとか、USB の急速充電器ですとか、あるいは最近ではライトニングケーブルですとか、あとこういうちょっと変わった形のモバイルバッテリー、こういった充電系の商品が中心となっておりまして、大変日本のお客様にですね、ご支持をいただきまして、小池様でこれまでやってこれております。でですね、改めまして、アンカーとは何者かということを あまりこう公の場でお話しする機会がこれまでなかったので、本日はですね、少し弊社が何者かというところをご説明できたらいいなと思っております。こちらにありますとおり、2009年ですね、アメリカの Google 出身者によって創業されまして、アメリカ市場からビジネスを開始しております。でその後、この表に、今販売している地域が出ているんですけれども、北米の後にですね、ヨーロッパに行きまして、まずイギリスの方で販売を開始して、それが2011年だったんですけれども、2012年にドイツで、その後2013年に日本の法人を設立したんですけれども、その時期を同じくして他のフランスですとかイタリア、スペイン、その他の地域に販売を拡大していっております。でですね、大体販売している地域が先進国今フォーカスしておりまして、今期グローバルの売上高は約200億円ぐらい、200億円弱ぐらいになるかなというふうに考えております。はい。で、先ほどが販売地域だったんですけれども、では弊社がどこに拠点を置いてビジネスをしているかということで、今ですね、中国に2カ所オフィスがありまして、その他にカリフォルニアにありまして、あと日本にございます。こういった拠点で、ビジネスをやっておりまして、まだ日本オフィスに物理的におるのが5人なんですけれども、これからもっともっと拡大してまいりたいなと思っております。それぞれの地域で、日本でやらせていただいておりますように、例えばフランスでしたらフランス語、ドイツでしたらドイツ語という形で現地に根ざしたカスタマーサポート含めたサービスを、行わせていただいております。で、これがこれまでの売上の伸びなんですけれども、ここ数年おかげさまで売買できてるんですが、本当最初の頃はですね、2008年の頃は本当にまだこうアンカーというブランドにもなってなかった時期でして、多分これ数名って書いてあるんですけども、実はGoogle出身の創業者とそのかみさんがですね、昼間は Google で働いて夜はアンカーの準備をするというこう夜なべをしてやっていた時期から、おかげさまで6、7年経って、かなりの規模に成長できてきているという状況でございます。で、充電系の製品だけではなく、幅広く弊社は、製品を作っておりまして、一言で申しますと、スマートデバイス周りの関連機器がほとんどになるんですけれども、一番左、弊社の、最も主要な製品カテゴリーであるパワー充電系の製品、他にですね、コネクティビティ、いわゆる有線無線の接続系の機器でございまして、USB3.0 の、ハブですとか、あるいは Bluetooth の機器、あるいは、プロテクションといって、保護系の機器でして、スマートフォンの保護ケースであるとか、あとは液晶保護フィルムのようなものを作っております。あとは、インタラクションがあるんですけれども、いわゆる、インターフェース系の機器でして、iPad での、Bluetooth、キーボードであったりとか、そういったものを、幅広く自社で企画、開発して生産させていただいております。で、最近ですね、だんだんとメディア様の、注目も上がってきておりまして、カテナダンボさんのアイコンを使わせていただいたんですけれども、実はダンボさんがきっかけを作っていただきまして、今年の8月に日経新聞の方の取材も受けることができましたし、あと週刊アスキーさんの方で堀本さんがつい最近まで編成を迎えたんですけれども、ホリエモンのホリイカマというコーナーで弊社の、アストロ M3 という商品が、ホリエモンさんのおすすめのデバイスとして、取り上げていただいております。それ以外にもいろんなメディアでだんだんとおかげさまで、取り上げていただけるようになっておりまして、アメリカの方ですと、フォーブスとか、ウォールストリートジャーナルのような伝統的なメディアから、
まあ、テック系の、シーネットさんですとかライフハッカーさんでも取り上げていただいておりますし、あとまあ日本ですと先ほど申し上げた週刊スキーさんに加えまして日経系のトレンディさんですとか PC21 さんにも取り上げていただけるようになってきております。イベントでやるようにはいいんだけど販売の方はどうだということなんですけれども、Amazon.com と Amazon.co.jp の、 販売実績の方をこちらにさせておりまして、まあ、モバイルバッテリーのカテゴリーで言いますと、アメリカの、Amazon ですと上位、弊社の主要製品が何個もランクインしているという状況でございますし、あと日本語でもですね、こちらは携帯ではスマートフォンのカテゴリーなんですけれども、モバイルバッテリーですとか USB の急速充電器の方が弊社の製品が上位に軒並みランクインをさせていただいておりますですね。個別の製品をもう少し詳しくご説明しますと、左にありますような USB の急速充電器、こちらも家電カメラ、まあ、Amazon の非常に大きなカテゴリーになるんですけれども、そちらのカテゴリーの中で地位を獲得させていただいたこともございますし、あとこのアストロ M3 というモバイルバッテリーに関しましても同じ家電カメラ全体の中で地位を取らせていただいております。で最近発売しましたライトニングケーブルに関しましても同様に家電カメラ、カテゴリーの中で総合1位をいただいておりますし、まあ、タブレットスタンドのようなちょっとニッチな商品があるんですけれども、それもか、そのそれぞれのカテゴリーで1位を取るような商品が、複数ございます。で個別の商品はご評価いただいているんですけど、ブランドとしてもっともっと進化したいなというふうに考えておりまして、バラバラのですねデザインとかイメージではなくて、まあ、これ充電系の製品、上から、まあ、USB の卓上の、充電器ですとか真ん中はカーチャージャー、で下は同じようにコンセントから挿していただく、チャージャーになるんですけれども、できるだけそのアンカーという、ブランドはこういうデザインイメージだよねというものを少しずつ時間をかけて統一感を出していきたいなと思っておりまして、まだまだ発展途上なんですけれども、そういった努力もさせていただいております。そうですね、こちらは金属系の素材の商品になるんですけれども、こういったものに関しましてもアンカーといえばこういうデザインだよねというものをどんどん突き詰めていきたいかなというふうに思っております。で、そうですね、これは当然のことなんですけれども、弊社は世界中で販売しておりますので、世界中の各地域で求められる法令の要請に基づいた認証を取得したりとかですね、日本に関しましては当然ですけれども PSD あるいは書いてないですけれども電波法に基づいた認証を得た上できちんとマットの販売させていただいております。まあ、そういったこともありますので、多分他のメーカーさんでここまで長い保証期間ではないんですけれども、すべての製品に関しまして18ヶ月間ご購入から保証させていただいておりまして、何か万が一不具合ですとか使えないことがあった場合にはカスタマーサポート窓口にお願いいただければ対応させていただけるようになっております。で、ただじゃあ安くそこそこいいものを世界中でネットで効率的に売っているのかということではなくてですね、独自の技術というものを着々と準備をさせていただいておりまして、その一例がこのパワー IQ という技術でございます。基本的にですね、パワーが強ければ早く充電できるんだろうということも一般的にはお考えになる方もいらっしゃると思うんですけれども、実はいろいろなこう観点がございまして、単純にパワーが大きいものを用意してもフルスピードで充電ができないというようなこともまあ起こりえます。で、こちらですね、パワー IQ というのが弊社が独自に開発したテクノロジーでございまして、このパワー IQ 技術というものを搭載した弊社の USB 急速充電器ですとか、あとモバイルバッテリーをお使いいただきますと、内蔵の IC チップが接続された先の機器をですね、検知いたしまして、iOS、Android、Windows Phone などですね、OS に関わらず、フルスピードでいつでも充電ができる、そういった便利な技術を搭載した製品をどんどんリリースしております。で、こちらちょっと小さいので見えにくいと思うんですけど、例えば右上がですね、iPad Air の例でございまして、当然まあ純正パワー IQ の技術を搭載しているものは要するに純正の、充電器と同じスピードで充電がフルスピードで充電ができるということになるんですけれども、例えば、パワー IQ の技術を搭載した、充電器ですと、
iPad Air の例ですと 4.33 時間で充電できるところを、例えばその、純正ではない、Android のチャージャーで充電してしまったら10時間かかってしまうと、そういうことがあったりとか、逆にあの左下がですね、Galaxy S5 の例なんですけれども、5Q を搭載した充電器で、充電しますと 2.45 時間なんですけれども、Nexus 5ですね、同じ Android なんですけれども、違う機種のものを使うと4時間かかってしまうということが、ありますので、そちらを5Q で、解決したいというような形でございます。で、まあ、ちょっと数字を言われてよくわかんないよということなんですけれども、あの分かりやすくちょっとあのアメリカでビジネスを始めた会社としてちょっとあのアメリカっぽいおバカなビデオを作ってみましたのでご覧いただければと思います。あの、パワーキューってどういうことなのかというところを分かりやすく解説したいと思います。音なってないですか？音なってますか？パワーキューの家族、パワーキューじゃない家族が旅行に行った場合どうなるかということを実践してみました。You have the convenient Anker 5 port charger with PowerIQ technology. Nice. The Petersons. Looks like you've all just tried. 左が PowerIQ じゃないほら、右が PowerIQ です。 Everybody ready to get all charged up? Let's plug in. 用意どんで充電します。 A charge more. Okay, go. That's it. That's it. Yeah, that's all about it. That's your time to go. Okay. PowerIQ じゃない家族はホテルに行ってプラグを取り上げます。こんなにさすがに大げさには下がらないと思うんですけども、ちょっとアメリカなんで勘弁してください。一方でパワーIQ家族はアンカーのチャージャーを使ってもう休暇を楽しめると。こんな家族がいないと思うんですよ。ホテルを楽しめないと。まあ、こんなことしたらホテルに怒れると思うんですけど。トランプゲーム、表示に余裕もあります。背中は司会者のお兄さんも加わってますけど。iPad 充電できないとこんな悲しい顔する人あんまりないと思うんですよね。ちょっとアメリカなんかおバカっぽくてすみません。はい、ちょっと残り時間は少なくなっちゃうんですが、これからのアンカーということで、最後ご説明したいと思います。新商品がいくつか、予定されておりまして、こちらも発売しているんですけれども、モバイルアプリの新商品です。アンカーアストリー4、第2世代ということで、今 Amazon で3580で販売をしております。容量は 13200mAh という大容量で、iPhone6 を約5回充電可能で、非常に強いパワーを持っておりまして 5V3A、という、パワーです。2A の充電アダプターを付属しておりますので、そちらを使っていただければ 6.5 時間という、比較的大容量にしては短い時間でこのバッテリーでフル充電をしていただけます。で、先ほどご説明したあの、まあ、家族が休暇を楽しめるようなパワーIQ機能も搭載しております。はい、でもう一つ、こちらですね、もうそろそろ発売したいなと思っているんですけれども、Bluetooth スピーカーをですね、新しく企画をしておりまして、大体3000円台、1000円ぐらいで発売できればいいなと思っているんですけども、まあ、非常に小さいので、後ほどですね、後ろの方にサンプルをお持ちしておりますので、ご覧いただければと思うんですが、小さい割に非常にしっかりした、パワーでいい音が出ます。約15時間から20時間、連続してご使用していただくことが可能です。で、ロゴの変更を実は、企画しておりまして、じゃあロゴを変えるって何っていう話なんですけれども、あの単にロゴを刷新するっていう話じゃなくてですね、今まで先ほどご説明したように幅広くスマートフォン、の関連機器を作っておるんですけれども、ブランド再定義したいというふうに考えておりまして、今まで非常に高評価いただいていた充電系の製品によりフォーカスをですね、強めた、まあ、充電のプレミアムブランドということで、まあ、そもそも世界中で拡散をしていきたいなということで、ロゴの変更を伴った変化を考えております。で、その一方で、より広いですね、お客様をカバーしていきたいなと考えておりまして、アンカーの他にもう一つ新しいブランドを企画しております。
それがこちらのゾロという商品なんですけれども、デザインはアンカーはこちらかというとですね、男性的な、まあ、シンプル